はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、サムネとかタイトルにもある通り、ついにですね、ゲットすることができました。はい、こちらじゃじゃじゃんとね、はい、来ました。栄翔孫悟空&孫悟飯フィギュアってことでね、一番くじの栄翔、はい、こちらをね手に入れることができました。いやー、これはね絶対欲しいと思ってたんでね、現地行ってね、引いたわけではございません。いやー、ね、これはちょっと普通に購入しました。はい、やるよりは安いかなぐらいの値段で、買いました。はい、まああとはねラストワンが欲しいんでね、ラストワンは、見計らってだな。とりあえず今回は栄翔っていうことでね、結構期待してますよ。はい、結構ね箱自体も、重いですね。はい、いや期待値の分だけ重いのかな。よし、では早速ね、中を開封して、多分ブリスターに入ってんだろうな。ちょっとね、そこまで、見てみたいと思います。はい、皆さんびっくり、ブリスターかと思ったら普通にプライズ品みたいに袋でしたね。いやせめてブリスターかなと思ったんだけどね、なんだ普通のプライズ品かと思うぐらいに入ってましたね。はい、とりあえずご飯ですね。大座通貨ね、補助パーツ。あ、でもエフェクトか、これは。エフェクトか。で、悟空。悟空がでかい、これ。悟空が大きい。で、エフェクトも大きい。はい。っていう感じでね、袋で入ってましたね。まさかの袋。いや、ブリスターかと思ったけどな。まあ、いっか。はい、ではね、早速、開封して、組み立てて見てみましょう。はい。はい、ということでね、組み立て終わりました。まあ、組み立てるも何もね、ないんですけれども、見ていきましょう。はい、こちら。じゃん。いや、結構こう、二人とも前かがみなんでね、かなり低く、目線を映さないと、エフェクトがねこれしっかりくっつくのかと思ったらくっつかないんですよね。なんかこう支え程度になんかこう置いとくみたいなね、感じの台座ですね。ご飯の顔がね、前髪がねなんかかぶさって、もう一個の、目がねちょっと見づらくなってるなっていうのがありますね。こっちのあれだとねそうでもないんですけどね、絵だとこれだとなんか目がかぶってんだよな。前髪がちょっとあれか、内側に曲がってる感じなのかな。今は悟空、悟空はね、なかなかいいと思いますけれどね、手のひらがねまず、分かりづらいけどね、他の、肌色と違って白っぽいんですよね。だから多分これは、カメハメハを打ってる時のあれなんで、白くなってるんだと思いますね。演出的にね。で顔もね、分割してるんですよ、色が、濃い部分と白っぽい部分で、やっぱねカメハメハ打ってるんでね、やっぱ光で、表面が白くなってるのを再現してるんでしょうね。
だからご飯も同様だよね、うん、結構何気にねこう幅があるんで奥行きがあるんでね、うん、ケースによっては入んないかもしんないよね。ちょっと大きめのちょっと奥行きがあるケースじゃないと厳しいかもしれない。でもいいねやっぱね、うん、いいわこれ。確かね、原型師が中澤さんがね参加されているということでね、ということで、まあねせっかくなんで、比較としましてね、前回中澤さんが手掛けた、こちらの商品とね、比べたいと思います。はい、同じ人が手掛けているんですけれどもかなり要素は違いますね、うん、やっぱ市販品とまあ、くじっていう景品の差っていうんですかね、うん、ご飯も血のりとかはないんですね、うん、まあやっぱそこら辺はね、対象年齢制度がねやっぱ入ってるんでね、うん、厳しくなってるんだろうな。で悟空もね、あれと比べた方がいいのかな。やっぱ凛々しさはねやっぱ全然違いますね、うん、叫んでる感はあるんですけどこっちの方がね、うん、なんか顔の凛々しさっていうのはっていうのはやっぱプルービーのこのカメハメハにはかなわないかなっていうのはありますね、うん、でご飯のあれもやっぱこう比べちゃうとどうしてもねまあしょうがないのかな、うん、まあでもスケール的には大きいですよねこっちは、うん、はい、 いやこうやってね並べて比べたかったんですよね。やっぱ道着はラストワン賞の方がやっぱ近いなこれな。っていうことでラストワン賞が欲しい、ということでねラストワン賞狙いでまだ、諦めずに、探したいと思います、状況いいともね、うん、まあオークションとかねフリマアプリとかだとねラスワンはやっぱ高いよね。まあ相当的に1個しかないからね。ということで、まあ、今回はね、比べるっていうのでね、ちょっと A 賞を、購入しました、はい、まあね、賛否両論あるかと思いますね、どっちがいいとかとかねそういうのはあるかもしれない。なんかね、コメントでは中澤さんのコメントではね、こっちのプルービーの親子カメハメハの方がなんか全力を出してなかったって言ってるんですよねで、今回は全力を出すってことでこっちを作ったらしいんですけどどうなんですかねうん、なんかその言葉の矛盾点っていうのはあるかなと思いますけどね、うん、こっちを全力出したんちゃうのと思いますけど、なんだろうね、時間が経ってこういう概念が変わったのかね、うん、まあでもこれはこれでね、うん、まあ全然いいと思いますね、うん、はい、ということでね、今回はこういう感じでね、比べてみました。次回はね、何かしらフィギュア、まあ到着した順に
紹介したいと思います。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さんね、チャンネル登録して、今後の私のフィギュア、バシバシね、日本じゃ手に入らないようなものまで、紹介してきますんでね、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。ということで今回はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。